こんな時間に何してんだ。おじさん、止めてよ。優しいんだね。優しい。いや、今までの人はさ、私が言おうがないわ。最後。いいか、俺が優しいんじゃない。そいつらがクソだったんだ。なんだよ。ハグしてあげよっか。もういいから。JK のハグで元気出た？出た、お前さ。笑ってる方が可愛いぞ。それが普通なんだ。いいんだよ。お前は間違ってない。よく拒んだな。偉いよ。もうちょい察知詰めて。おう。舌を待たずに追い出してやる。それは困るな。吉田さんがお父さんだったら、私もっとまっすぐ育ってたかな。俺はお前のお父さんじゃない。分かってる。俺も北海道に行ってやるよ。一人じゃ怖いんだろ。最後まで面倒見てやる。本当に？ああ、本当だ。一緒に会いに行ってやるよ。お前の母ちゃんに。吉田さん、どうもありがとう。頑張れよ。左右の歩んできた道は、偶然にも俺の道と交わり、左右の歴史になった。いつか、今この時のことを思い出す日が来るのだ。俺たち、半年以上も一緒にいたんだぞ。多分、一生忘れない。うん、私も忘れない。お